アルビン・トフラーは、アメリカの評論家、作家、未来学者。妻のハイジ・トフラーも作家であり、未来学者である。晩年のトフラーは、妻と共に、カリフォルニア州ロサンゼルスのベルエア地区に在住。共に、アメリカ国防大学教授、国際連合女性開発基金米国委員会の共同議長を務めている。デジタル革命、コミュニケーション革命、組織革命、技術的特異点といった情報化社会実現の予言に関した業績で特に知られ、フォーチュン誌のアソシエイトエディターを務めた。初期の仕事はテクノロジーとその影響に関するものだった。その後は、社会の変化と相互作用に興味を移していく。特にポスト冷戦以降の関心事は21世紀の軍事技術、兵器や技術の増殖、資本主義の増大する力への提言が多くなった。1928年ニューヨーク市で生まれる。1949年ニューヨーク大学卒業。妻となるハイジとはニューヨーク大学で出会った。学生だった彼らは大学院にそのまま在学し続けることに疑問を持ち、アメリカ合衆国中西部に移住。そこで結婚して工場の従業員として約5年間を過ごし、工業化された大量生産の現場について実地で勉強した。ハイジはアルミニウム鋳造工場で働いていたが、その工場の組合事務員として働くようになった。アルビンは機械修理工兼溶接工となった。彼らの実地の労働経験により、トフラーはまず組合系の新聞の記者となり、ワシントン支局に異動となり、ペンシルベニアの日刊新聞の特派員として3年間、議会とホワイトハウスを担当した。その間、妻はビジネスと行動科学を中心とした専門的図書館で働いていた。フォーチュン誌に招かれてニューヨークに戻り、アルビンは労働問題担当のコラムニストになった。後にビジネスや経営についても担当するようになる。フォーチュン誌を離れると IBM に雇われることになり、コンピュータが社会や組織に与える影響について調査する仕事を請け負った。このため、コンピュータ黎明期の開発者や人工知能、研究者らと知り合うことになった。ゼロックスは彼を招いて、同社の研究所について、文章を書いてもらい、AT&T は彼をコンサルタントとし、戦略的助言を求めた。この AT&T での仕事では、政府が AT&T 解体を強制する10年以上前に分割を助言していた。1960年代より、トフラーは著書、未来の衝撃に結実する文章を書き始めていた。かつては、ラッセル・サージュ・ファンデーションの客員学者、コーネル大学の客員教授、ニュースクール・フォーソーシャル・リサーチの教職員、ホワイトハウス特派員、フォーチュン誌編集者、ビジネスコンサルタントなどを務めた、世界各国のオピニオン雑誌に論文が訳されている。1996年、ビジネスコンサルタントのトム・ジョンソンと共同で、トフラーの著作にあるアイデアを様々な形で実現するコンサルタント会社、トフラー・アソシエイツを設立した。トフラー・アソシエイツの顧客は企業や NGO だけでなくアメリカ合衆国、韓国、メキシコ、ブラジル、シンガポール、オーストラリアといった国々の政府も含まれる。2016年6月27日にカリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で死去。社会には年配者を世話する人々が必要で、彼らはどのように同情し、どのように正直であるべきかを知っていなければならない。社会には病院で作業する人々が必要である。社会には単なる認識だけではないすべての種類のスキルが必要である。それらは感情的であり、それらは愛情である。データとコンピュータだけでは社会は実現しない。とトフラーは言う。トフラーはまたリシンキング・ザ・フューチャーの中で21世紀の文豪とは読み書きできない人ではなく学んだことを忘れ再学習できない人々を指すようになるだろうと記している。トフラーは1980年に出版した著書第3の波の中で人類の歴史における大きな技術革新の波の概念に基づいて3種類の社会を描いた。そして、それぞれの波は、古い社会と文化を脇へと押しやるとした。第一の波は、農業革命の後の社会であり、約15,000年ほど前から農耕を開始したことにより、それ以前の狩猟採集社会の文化を置換した。第二の波は、産業革命であり、18世紀から19世紀にかけて起こった。工業化により、それまでの農耕社会から産業社会へと移り変わる。社会の主な構成要素は、各家族、工場型の教育システム、企業である。トフラーは次のように書いている。第二の波の社会は、産業社会であり、大量生産、大量流通、大量教育、マスメディア、大量のレクリエーション、大衆娯楽、大量破壊兵器などに基づくものである。それらを標準化と中央集権、集中化、同期化などで結合し、官僚制と呼ばれる組織のスタイルで仕上げをする。第三の波は脱産業社会である。トフラーは1950年代末にはこれを言い始め、多くの国が第二の波から第三の波に乗り換えつつあるとした。彼はそれを説明する造語をたくさん作り、他の人々が発明した情報化時代、情報化社会、情報革命のような造語にも言及した。この脱産業社会の中では、ライフスタイルは様々である。アドホクラシーは、迅速に変化に適応する。情報は、物理的資源の大部分を代替することができ、緩やかに関係している労働者に供される主要な材料となる。マスカスタマイゼーションは安価で個性のある製品を、ある特定のニッチに対して提供する。生産者と消費者のギャップは技術によって埋められる。生産消費者は自身のニーズを満たすことができる。場合によっては、労働を海外にアウトソーシングするのではなく、無給の消費者にアウトソーシングすることもある。例えば、銀行で銀行員に手続きをさせるのではなく、ATM を消費者自ら操作するとか、小包の配送状況をインターネット上で自分で確認するといった事例である。1960年代以来ずっと人々は新しい技術のインパクトと社会的変化を理解しようとしている。トフラーの著作は科学や経済や社会秩序の限界を超えて有意義であった。テクノ音楽の名付け親ホーアン・アトキンスは自身が創造を助けた音楽ジャンルにテクノと名付けるに際してトフラーの第三の波に出てくるテクノレベルという造語からインスパイアされたという。トフラーの業績と思想は他の未来学と同様の批判を受けてきたが、1990年代に新保守派論客ニュート・ギングリッチはトフラーを公然と称賛した。トフラーが現代の転換点となるかもしれないと考えているのは宇宙空間開発による富の生産である。富は現在どこでも生み出され、同時にどこにも存在せず、外にあると主張する。GPS は携帯電話から ATM 使用まで、あらゆるデータの流れを正確な時刻で同期させる鍵となっている。それによって正確な追跡が可能となり、ジャストインタイムの生産性が可能となる。GPS はまた航空交通管制の中心になりつつある。また、気象衛星によって天気予報の精度が上がり、農業の生産性を向上させている。トフラーの未来予測の重要な2点である、オフィスのペーパーレス化と人間自身のクローンはまだ実現していない。ありがとうございます。